プーチンが怒り狂った。今から約30年前、アメリカがロシアについたやばすぎる嘘が落とした影。最近、ロシアのプーチン大統領がアメリカがロシアについたやばすぎる嘘について怒りを表明しました。この嘘とは、1991年にソビエト連邦が崩壊した際にアメリカが与えた約束でした。当時、アメリカはソビエト連邦との間で核兵器の削減について合意し、代わりに経済支援を行うことを約束していました。しかし、実際には経済支援は行われず、ロシアは深刻な経済危機に直面することになりました。だが、そもそもなぜロシアはここまでウクライナにこだわっているのだろう。戦後の世界史について、特にアメリカや欧州とロシアとの関係について、少し前に起こった事例をたどっていくと、アメリカや欧州が善で、ロシアが悪という簡単な構図では理解することの困難なリアルすぎる現実がある。なぜか、ソビエト連邦が解体に向かっていた頃、欧米諸国はロシアを結果的に騙す形でロシアの影響力を削ぐことに成功しているからである。新刊「地政学と冷戦」で読み解く戦後世界史から一部を抜粋しながら検証していくことにする。注意、本稿では少しでも分かりやすくするために、当時はソ連であってもロシアと表記している場合があります。ロシアを結果的に騙したアメリカの公言、ロシア当時はソ連は冷戦でアメリカに負け始めていた。もともとロシアはポーランドやルーマニアといった東欧諸国を自らの陣営につけることで地政学的に安定を図っていた。つまり東欧諸国を間に挟む形でロシアと欧州はそれなりにバランスを保っていた。1990年代に入る直前、そのバランスが崩れ始める。例えば東西ドイツの統一だ。簡単に言えば、当時の西ドイツは欧州の西陣営、東ドイツはロシアを親玉とする東陣営下にあった。その両者が統一するのである。ドイツの統一に向けて最も大きな問題となったのは、統一後のドイツは西側の NATO、北大西洋条約機構に加入するのか、ソ連軍はドイツ東部に留まるのか、などといった点だった。もしドイツが NATO に加入すれば、米軍は NATO 軍としてドイツに留まり、米軍の核兵器もドイツに残ることになる。そうなった場合、米軍はそれまで東ドイツだった領域にも入ってくるのかということも、ソ連にとって重大な関心事だった。また、NATO はソ連を仮想敵としているため、ソ連に隣接する東欧諸国が NATO に加入すれば、ソ連の安全保障は大きく損なわれることになる。地政学と冷戦で読み解く戦後世界史より、この点について当時のアメリカのブッシュ父政権は少なくとも言葉の上ではロシア側を安心させようとしていた。ソ連がドイツの統一を認めてくれるなら我々は NATO を東に拡大させないとロシアのゴルバチョフ政権に確約していた。アメリカのベイカー国務長官も次のように断言したとされる。もしソ連がドイツの中立と米軍の撤退に固執し、その結果米軍がドイツから引き上げてしまえば、ドイツは将来またヒトラーのような野望が首をもたげて核を持とうとするかもしれません。あなたは NATO 軍も米軍もいなくなったために、ドイツがそのようになる事態を望みますか。それとも NATO が残って、しかし今の位置から1インチも東に拡大しない方が良いと思いますか。これが有名なベイカーの NATO は1インチも動かない発言だ。地政学と冷戦で読み解く戦後世界史より。だが結果的にこの発言は嘘となった。プーチンが欧米トップの発言を信じない理由。5月31日にワシントンで行われたブッシュ父とゴルバチョフとの首脳会談の席で、ブッシュ父は次のように語っている。ドイツの NATO 加入は決してソ連に対する牽制ではありません。私を信じてください。我々はドイツの統合を無理やりプッシュしているのではないのです。そしてもちろん我々にはソ連をいかなる方法でも害しようなどという意図はありません。そんなことは微塵も考えていません。こうしてゴルバチョフは西側のトップたちから、西側が NATO を東方に拡大してソ連の安全保障に脅威を与えることはないと確約され、
ドイツの統合に同意したのだ。イギリスのメージャー首相も NATO の事務総長もゴルバチョフに対し、自分たちは NATO の東方への拡大を目指しているわけではないと言明していた。だがそれからわずか8年後の1999年、 NATO がロシア国境に向かって拡大を始めるのである。ちなみに1999年はプーチンがロシア大統領代行として名目上のトップに立った年でもある。約束が反故にされ、 NATO がロシアに向かって迫ってきた時、プーチンは怒りを持ってその事態を眺めていたはずである。プーチンはアメリカや欧州の約束が必ずしも守られるわけではないことを知り尽くしているのである。バフムートの戦闘が安定化とウクライナ軍総司令官。ウクライナ軍のバレリー・ザルジニー総司令官は24日、ロシア軍が数ヶ月にわたって占領を試みている東部バフムートでの戦闘は安定していると発言した。ザルジニー総司令官はウクライナ軍の多大な努力がロシアを押さえつけていると述べた。総司令官はフェイスブックで、ウクライナの戦線はバフムート方面で最も厳しくなっているが、中略、防衛部隊の多大な努力によって状況を安定化させていると説明した。この投稿は英軍制服組トップのトニー・ラダキン国防参謀総長との会談の後に行われた。バフムートに関するウクライナ高官の見解として最新のものとなる。ウクライナ陸軍の部隊司令官オレクサンドル・シルスキー氏も23日、ロシア軍はバフムート近郊で疲れ切っているとの見方を示した。またロシアは人員や装備の損失にもかかわらず、何としてもバフムートを奪取しようと望みを捨てていないものの、中略、著しく戦力を失っていると指摘した。その上でウクライナによる昨年の反撃成功例を挙げ、キーウ近郊やハルキウ、バラクリア、クピアンスクでそうしたように、我々は間もなくこの機会を活用すると述べた。西側諸国は今月初め、ロシア軍は昨夏以降バフムートでの戦闘で2万から3万の死傷者を出していると報告していた。このところ大きな戦果が挙げられずにいるロシア軍はバフムートでの勝利を熱望している。しかし軍事アナリストらは、同志の戦略的価値は低く、その重要性は象徴的なものになっていると話す。バフムートでロシア失速か。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領も22日にバフムート近郊の戦線を視察。昨年12月以来の訪問だった。ウクライナ大統領府が公表した映像では、ゼレンスキー大統領が古い倉庫の中で兵士にメダルを授与し、彼らを英雄と呼ぶ姿が映されていた。イギリス国防省はこの日、ウクライナがバフムート西方で展開する反撃は同市への主要供給ルートにかかる圧力を緩和する可能性が高いと分析。それに対してロシア軍はバフムート攻撃でこれまで維持していた限定的な勢いを失いつつあるかもしれないとの見方を示した。一方で英国防省は、ウクライナの防衛は北と南からの包囲の危険にさらされていると指摘した。23日には米戦争研究所が、ウクライナは今なおロシアの雇い兵組織ワグネルグループに対して劣勢だと分析。その上でウクライナ軍は雇い兵を疲弊させ続けることで、将来的な不特定の攻撃作戦を追求できるようになるとした。バフムートではロシア側の戦力はワグネルが中心になっている。創設者のエフゲニー・プリコジン氏は、同志攻略で評価を上げることを目指しているとされる。侵攻前のバフムートには約7万人が住んでいたが、現在残るのは数千人。バフムートを制圧すれば、ロシアはドネツク州全体の支配という目標にやや近づくことになる。同州はロシアが昨年9月に併合したウクライナ東部と南部の4州の一つ。ロシアは併合に先立ち住民投票を実施したが、多くの国がこれを見せかけだと非難した。一方、ロシア軍は依然としてウクライナ領内に駐留しており、軍事衝突は継続しています。
ウクライナ軍の総司令官は今後も軍事行動を続けると表明しており、ロシア側との緊張が続くことが予想されます。この紛争については国際社会からも注目が集まっており、各国が関与する中でより大規模な紛争に発展することが懸念されています。今後も情勢の動向に注目が集まります。